うつむきかけたあなたの前を静かに時は流れ巡る季節の中であなたは何を見つけるだろう。海の青さに戸惑うように飛び交う鳥のように羽ばたけ高く羽ばたけ強く小さな翼広げ巡る季節の中であなたは何を見つけるだろう。昇る朝日の眩しさの中遥かな空を目指し羽ばたけ高く羽ばたけ強くあなたの旅が始まる。巡る季節の中であなたは何を見つけるだろう。はい、どうもね、どうもこんにちは、松永さん。どうも、今日ちゃん先ほどやってね、ちょっと買い出し行ってきました。テント前から持ってるよ、似たようなもんがね、安いテントね。どうかな、ハンシングはね、買い出し行ってきました。今日朝8時頃来たからさ、ここ8時朝早くだからさ、スーパー開いてなかったんだ、来た時は駅前の。それちょっとここで一杯コンビニで飲み物買ったりして飲み食いしたやつさ、それで時間も9時もあったからさ、買い物行ってきて、今駅前のスーパー行ってきて、今帰ってきたところです。あったかいでね、一杯飲もうかな、あったかいからさ。どうもね、見えかな、配信くん大丈夫かな。じゃあ一杯飲もうか、一杯ね。あったかいんでね、昼間はね、あの発泡酒買ってきたんで、刺身買ってきたら今夜飲もうかな。刺身、カツオの刺身と新鮮マグロの刺身と、ホタテの生食用、今夜食べよう、今夜これで飲もうかって。ベビーホタテが生食用、生じゃないと思うんだけど、ハートで今夜これ食べよう、ベビーホタテね。今日はね、あとね、珍しいもあってた。スーパー行ったらさ、いや、まるちゃんから焼きそばシューマイ、まるちゃん焼きそばの風味に仕上げたシューマイ。まあありがちだけど、初めて見たんで買ってみた。そこの駅前のスーパーで、ここの最寄り駅の買ってみた。どんなもんかなと思って見かけなかったんで、期間限定まるちゃん焼きそばシューマイ。あと何もね、で飲み物はね、これ米だけの酒、上州名字の鬼殺し、まあほな2000リットルの紙パック。あれ本瓶のさはなかったけど、ホタテがね、意外と安く売ってた。ホタテはカツサザエ、サザエのつぼ焼きやろうと思って、これまずサザエやろうね。あとね、豚バラ炒め物やろうかな。あと豚バラ肉スライス、豚バラ、お肉は豚バラだったから豚バラ、あと、あと、そう買ったの、せっかく、あと、エリンギと、おなじみ、生揚げ、焼きそば麺買ってきた、ハツカリだって言ったの、違うよ、ハツカリじゃないかな、フリカか、
焼きそばにと舞茸、雪どん舞茸、はい、こんな感じ買ってきた。よいしょ、ね、じゃあまずこれ飲もうか。発泡酒あったかいから発泡酒飲もう。発泡酒どうも、発泡酒飲もうか。うん、買い物行ってきます。発泡酒、発泡酒飲むね。発泡酒ね、安い安く発泡酒、これ安かった。多分プライベートブランドか。これ500の缶で140ぐらい。これ飲もう。まず冷たいの、久々かな。昼間は暑かったけど、8時ごろはね、もうあったかいからさ、コップコップ。コップどこだっけ、コップどこ、コップ、あったあった、コップに入れてくる。コップ一杯、あったかいお湯なんで飲むか。お汁の一杯、発泡酒。ちょっとあばっか今買ってきたからな。じゃあバトニング、バトニングしましょうか。バトン、待ち割り。このぐらい細いのだったらね、小針できた。でかいの斧とか必要だけど、このぐらいならなんとか。これはね、ネットで買ったの、ネットで。それ持ってきて家から。飲みながら、やっぱ暑い時は発泡酒系炭酸系いいね。今日差しポカポカだからね、昼間はねこういうのいいね。こんなもんでいいかな。ダメ、難しいよねこれね。アルファテックさんとかうまいよな、ほんと。あの、難しい。難しいね、ほんとね。難しい、できないもの。紙のように薄くやんだよね、こうやってね。難しいね、ほんと。全然できない。だから着火と使うんだよな。ああ、難しい。ダメだもん。よし。難しいよね。ゆでてるから。
うまい人いるよね、動画見てるとさ、こうやってさ、かっこよくさ。すぐ取れちゃうんだもんな、もう。できないよ、諦めた。難しいね、ほんとね、バドギングね。難しい。はい、こんにちは。買い物から帰ってきましたよ。ね。今繋がってっかな？こんにちは。今、発泡酒飲んでます。あったかいから。発泡酒。焚き火やろうか、また再び。焼きそば食べようか、お昼焼きそば。舞茸焼きそばやろうか。焼きそばやろう、焼きそば。焼きそば麺買ってきたんで、舞茸焼きそばやりましょうか。まず、塩こし。ビールを汲んで。どん入れて5月適当に塩こし、こんなもんでいいや。おがライト入れるから。おがライト入れるから、これで塩こし。こう。はい、どうもね。大丈夫かな。はい、じゃあ、塩こしやりましょう。塩こし。ライターの中を置いたっけ、ライター、これか、ライターを置いてったんだっけ、あ、ライターこんな、いつものビッグ。まだティッシュペーパー。
死んじゃったから。じゃあ、笑えて。笑えて。こんぐらい入れて。笑えて。こんぐらいまでいいかな。あ、つかないね、違うね。ごろくロスだった。火がつかない、難しいね、また塩こしがめんどくさい。塩こしがつかないよ。さっきも苦労したけどね、また苦労、塩こし。難しいよな、塩こし。汁なも本当大変だったんだよな、さっきな。今日はまだね、着火剤扱ってません。着火剤はまだ昼間もなんとかね、やってね、昼間で朝8時頃だね、さっき、やないね。あ、難しい。難しいな、ほんと。仕事じゃほんと難しい。今何度か行くかな、これで行くのかな、行かないかな、ちょっと、飲もうか発泡酒。あ、何とか行った。じゃあ炒め物やろうか、炒め物。焼きそば食べよう、焼きそば。今度焼きそば。あー、行く行く。
なんとかおから 炎なる幸せです。あ、どうもね。買い出しから帰ってきましたよ。見れない？どうもね。配信不具合？もう映ってるでしょ、今。見えてると思うよ、もう。見えてんじゃない、今。大丈夫。ライブになってます。ね、大丈夫だと思うんだ、もう。見えてると思う。多分もう。おー、よしよし。うん、ずっとずっと言えば大丈夫大丈夫。うん、見えて見えて大丈夫大丈夫。見えてるし、今。大丈夫でしょ。すぐやろうか。よいしょ。さっきの箸。焼きそばやります。焼きそば。よし。焼きそばやろうか。焼きそばやろう。焼きそば。油、オリーブオイル。固まってない、大丈夫。もう映ってると思うんだ。
この辺でも大丈夫だろ。これ足場で、足場で2色やる、2色。あ、1個でいいかな、1個。溢れちゃうかな。1個でいいか。1個、2色。焼きそば。ブルドスパイス。こんなまでや。ちょっとたっぷり。で、舞茸入れよ、舞茸極み、え、雪国舞茸、木の壁で洗わなくてもいいからね、舞茸がしなっちければ出来上がり、舞茸どうかな。舞茸の焼きそばです。発泡酒飲みながら多分もう見えてると思うんだ。まあ、とりあえず前だけと黒鉄スパイスでね、もうちょっと調節パーツ入れようか。調節パーツ。これまで。
卵はさ、菌、死が通せば水分出るからね。これで大丈夫。大きかった。やばい。前だけのやつとかね。そんなもんでいいや。いい感じ、いい感じ。炎っていいね。炎なる幸せ。ひとまずこれでいいや。前行ったくない。長くもう一個ぶっ込んどこうか。なんとか。今吸ってるでしょ、ゴジでしょ、発泡酒飲みながら。今いいと思うよ、今。焼きそば、舞茸の焼きそば。今いいじゃん、映って大丈夫。舞茸の焼きそばです。クロススパイス味で。ああ、立ち火もいい感じ。ああ、いいね、いいね、こういうの。ちょっと待ち入れて。いいでしょ。炎を鳴る幸せ。おー、いい感じ。今ちゃんと行こうか。前に焼きそばって言ってたでしょ。今回は作ってみたから、前竹とで黒酢スパイスで味付けして。いいね、ビロックね。もう2本目いこうか。2本目。2本買ったからこれ、発泡酒。夜は酒飲むからさ、あったかい時はこれね。ああ、うまいね。でも買ってきたばっかだからな。あ、いいね、焚き火ね。いい感じじゃない。いい感じ。いいね、いいね。こんな感じ。今いいでしょ。今配信具合は。今いいでしょ。今いいでしょ。これがビーロックン。かわいいね、ビーロックンね。
焚き火するならグリルプレートいんねえからね。この付属のことでごとくで十分。あのグリルプレートはさ、あれでこれで炭火焼きとかやりたい人のためだからね。あれ本当に B6 をね、名前通り焚き火台と使うんだったらあれはいんない、うん、高いし重たいもん。あれグリルプレートかなりもB6 のと倍よりも重たいぐらいだからね、あれはね。本体は本当金属のペラペラだからさ、軽いもんだから。これいいね、いい感じじゃん。炎なる幸せ。僕はこれが焼きたかった。B6 メインで今回の B6、 この前もそうだよね。答えられないね、答えられない。たまんなくいい。炎なる幸せ。うん、うまっ。安定してきたでしょ。結構いいでしょ、うん、今いいよね。すごいでしょ、アーシング具合。本日のスカ打てなかった今日は。久々ではないんだ。シロさんどうも。2週間前は学校橋で持ってったんでしょ。学校橋ガールでキャンプして、ね、持ってきました。2週間前は学校橋ガール行ったんだっけ。その時も B6 は持ってきましたよ。やっぱオーガライトあるといいよ。あれ薪だけだったらさ、霜が持たないけど、オーガライトがあればね、薪である程度地がいい感じになったらオーガライトうずるから、もつらしていいよね。ああいいね。焼きそばで発泡酒。
刺身食っちゃおうかな。夜食おうと思ったけどな。すずちゃん刺身、刺身も買ってきたんだ。刺身うまそうだったから。ビンチョウマグロたたきっていうやつ。ビンナガか、ビンナガどっちでもいいんだこれ。ゆず塩、ゆず塩なんたたき、ビンチョウマグロ炙ったやつね。こういうやつ食べようか。これなんで、これはこれクッカーの、クッカーの蓋の方から使って、ビンチョウマグロを醤油つけて食べようか。ビンチョウマグロのたたき、ビンナガね、醤油。たたきは表面炙ってっから、これがそう、しみ、醤油が染みやすくていいんだよね、これね。うん、こういう香りがいいやん。うん、ゆず。うん。いいね、この酢で。焚き火の目の前でこうやって飲み食うがたまんないね。アウトドアって感じでしょ。いいね、いいね。ビンナガマグロね、たたきです。ゆず風味、うん、あともう一個はね、このな、カツオの赤身生の刺身、刺身を。ここは生姜ついてた、生姜入れて。生姜入れて。カツオも安くていいんだよ。だいたいビンナガとカツオは同じぐらいのね、値段はね。うまい。今日この時間からこんな感じで、ちょっともう一個オガライトプラス、あとは呼び起こしていこうかな。おー、いい感じ。あー、いいね、この感じ。たまらんね、これね。たまらん。おかげにマスケで多分無理かもしれない。僕にうちにはおまたはないけど、これはカツオね、カツ、生カツ、生のやつ。こうカツオは生、カタタキじゃないです。ちょっとトイレ行ってくる。うんこしたくなってきちゃった。うんこしてくるよ。飲み食いしてくる。うん、噛む噛む噛む。もうちょっと行ってくる。
ってきました。トイレ行ったついでに起きてるの拾ってきた。はい、どうも。ああ、いい感じだ。やっぱ焚き火いいでしょ。ああ、幸せ。幸せだね。炎っていいね。炎の、まさに炎のある幸せだ。これ松の枝が落ちてたやつね、これね。今映ってるよね。いや、買い物袋です。たたき食おうか。ビンナガマグロのたたき、ゆず風味。発泡酒これでもうおしまい。これね、2本だけ。ああ、甘いね。この瞬間がたまらない。いいですね。本当、もともと僕は好きだったんだよ、こういうの。こういうのアウトドアで。でも、虫ってこういうの全然やんなかったから、親がただんもよ。ね、ほんとそうだよ、もともと。僕は絶対こういうアウトドア出すってやったんだけど、うちの親がそういうの全然連れてくんなかったから、さ、うちって。車なかったし、さ、うちは。だから、全部一人暮らしして知ったの、全部。うちの親は何もどこも連れてくんなかった。休みって言ってもさ、食わせてやってるだけでありがたいと思うみたいな親だったから、うちは。だからどこも休みで連れてもらえなかった、うちは。まあみんな昭和しとけたまるの、うちの親はさ。昭和したくて生まれるのはさ、ちょっとケチだからしょうがないんだよな、ほんと。あ、これでおしまいだ、発泡酒。いいね、炎のある幸せ、いいでしょ。最高じゃない、炎。いいでしょ、この感じ。はい、どうも。行かないです、もう十分あるから。行かない、まだいっぱいも買ってきて、もう行かない、もうまだある。うん、うまっ、焼きそば。小さいテントだね。そうですね、うん。いやー、これはコンパクトでいいや。一人で来るにはね、やっぱ、うんうん、電車乗ってきてっからさ、うん、十分雨が、雨さえ降らなきゃ十分これで、うん、うん、これは小さくていいや、うん、あー、ポールも細いんだ、うん、これ旅や。これでビールおしまい。ビールおしまいだよ。酒の機会行こうか。
酒の機会神崎行こうかな。ビールなんてちょっと肌寒くなってきたからちょっと神崎行こうか。神崎神崎米炊きの酒か鬼殺してあげようかな。刺身もあるし神崎セット、さっき朝飲んだやつ水入れてくる。冬のすぐそこだから。ちょっと煮入れた神崎しよう。ビーロックはこれができるんだから、角切ったいのはこうやって角っこ乗っかるからさ、ビーロックのいいとこだよねこれね。お酒飲むよ。はい、行きます。ここで こんな紙買って、これで700円ぐらいか。淡麗辛口缶だけで行きます。行きます。缶だけ買っちゃっていい。神崎かっちゃん、いいねこれね。豚取ってじゃあいちご。このまで神崎開始。いいね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 。熱燗始まっちゃったよ。また汁の熱燗、汁酒だ。さっきは8時派で、ここ来たって8時ぐらいだからね、8時から9時の間だからな、最初飲んだので、買い物スーパー開いたんで買い物行ってきて今飲んでるわけね。こんな感じです。はい、いい感じじゃない。はい、どうもね、ビーロックンです。あー、あったかい、たまんねえ。舞茸うまいね、やっぱね、うん、ビーロックいいでしょこれ。ビーロック最高。和彦さんはこういうコンパクトが好きなのだからね。まだ買う気はないけどさ、ガストーブと欲しいのはさ、外のギリストーブ、あれが欲しい。あれ比較、いや可愛いですよギリストーブ。いいお値段だけどさ、これ6000円ぐらいでさ、もっと安いガスバーナーいっぱいあるけどさ、2,000円で。でも僕はあれが欲しい、ギリストーブ買うんだったら。でも買いたいと思わない、言えばまだ、まあ焚き火台でやりたい、満足してるんで。うまいね。これビンナガマグロのたたきです。柚子風味、うん、日暮里からね、新町駅までね、大体どのぐらいだろう。日暮里、ん ?2 時間ぐらいです、2時間。2時間ぐらいです、2時間。普通で2時間ですね、大体。
サザエどうだ、サザエ。サザエのつぼ焼きをちょっと乗っけてみようか。サザエ。サザエのつぼ焼きをちょっとこの辺乗っけてみようか。サザエ。そう。じゃあ海鮮だ、海鮮。サザエのつぼ焼き。一個乗っけた。わかった？一歩時間、二時間ぐらい。おいがね。サザエ。あ、サザエ。サザエのつぶやき。みんなくいただき。うん、みんながおしまい、これで。ポークと生揚げ。グリーン。ラーメンだけがこんな感じ。まあこんだけあればこんなの見えます。見えます。あとこれこんなゴミ。これゴミ。ゴミ。はい、こんな感じで飲んでます。アスカもいいかな。サザエもいい感じだね。醤油ちょっと垂らしてみようか。醤油ちょっとサザエの入り口に。サザエつぼ焼き。お、醤油がグズグズいってるよ。うん、いい感じじゃん。おい、すげえいい感じ。サザエつぼ焼き行こうか。あ、刺身が落ちた。やばい。もったいない。でも拾って食ったら僕もったいないから、働けば大丈夫。拭けば拭える。やば、ダメか。もう浮いてきた。サザエ。これが取れれば。お、いいかい。お、いい感じ。サザエね。サザエのつぼ焼きいきます。こんな。あ、うん。うん、うん、うまいよ。もう一個、うめえじゃん。もう一個。サザエも三つ入ってっから。サザエ安かったから、サザエ。もう一個乗っけて、二つどっか乗っけとこうか。おがらいとの上にサザエ、サザエ、
サザエつぼ焼き。どうも、ね、そうだ、カツオ全部食っちゃおう。これでさ、おしまい。カツオのたたき叩けば食える。うん、あ、これでもうゴミ。カツオも食った。いい感じじゃない。刺し、もう酒いいんじゃない。酒、缶酒。お、いい、いい、いい感じ、いい感じだ、いい感じだ。おお、もう一杯つけとこうか。あふれない。ちょっと一合を少なめ入れてっから。うん、ちょっと少なめ。こんなもんで、じゃあこれでひとまずこれで。つぶやき最高、アスカンです。刺身おしまい。カツ生ガツオ、サザエか、すごいな。まあ醤油、醤油ちょこっと垂らしておこうか。醤油、醤油ちょこっと垂らして、これグズグズいってきたら出来上がり。バイトの前に予算の問題あって、まだ B6 くんで僕満足してるんで、うん。豆腐と生揚げ、焼きそばと一緒買って、エリンギあって、あとまだあとホタテがあるからね。あと豚バラ、よく濃いんだよ、この分。あ、もう一個いいかな。サザエのつぼ焼き二つ目いきます。あー、いい感じ。取って、これがいいんだ。今回さ、よく取れる、結構。前はね、川崎の多摩川のとこ、双子新地のあそこの時に食べたんだね。うん、あ、いい感じ、取れました。あー、うまそう。サザエのつぼ焼きね、これがね。うん、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 で、必ず、うん、あー、うまい。またこの汁がいいんだよ。サザエって分かりやすくて言うんだからね。で、あとこの蓋、上のが、このがさ、グラグラしてきたらもう大丈夫だからね。これがね、グラグラしてきたらね。そうすれば大丈夫だよ。グラグラしてきたら、この。ああ、休みだから、完全が一番。ああ、うまいね。あ、ほんとそうだ。あれ、川崎の多摩川の双子新地のあそこの商店街で、あそこの、多摩川の河原のバーベキューエリアで食って以来だ、サザエは。たまに、サザエ超安く売ってた。3つで300円くらいで。で、買ってみたんだ。
ああ、うまいね。いい感じでしょ。じゃあもう3つ目もいいかな。3つ目も、3つ目いけ、3つ目最後。わあ、ぐつぐついっていい感じ。最後サザエのつぶやき。蓋取れた。あ、いい感じ。この3つともうまく取れた。はい、いただきます。最後サザエいきます。いいな。美味しくいただきました。ああ、うまかった。ああ、うまかった。今日はサザエのつぼ焼きを汁に食った。ああ、いい感じ。ああ、今もね、ああ、うまい。拾ってきた枝入れてみようか。あ、うまかったね、サザエね。あ、美味しかった。風味がいいんだよ、これ。なんだっけ、磯の香りっていうのかな。いいね、これがね、醤油と混ざって。本ビノスは今日なかった。本ビノスが売ってたらね、あれ前にタモリさんがさ、なんかやってたじゃん、あれ。ホールに巻いてホイル焼きみたいなやつ、あれやろうと思ったの。ホンビノスが1個、あれはハマグリだけどさ、まあハマグリみたいなもんだからさ、ホンビノスをさ、1個をさ、ホイルでさ、アルミホイルで包んでさ、こうやってこの中で、エビロックの中で突っ込んでやろうかなと思って。周りタモリのなんか動画だったんじゃない、ハマグリの美味しい食べ方って言ってさ、タモリがやってるやつ。ハマグリ1個ホイル包んでさ、直接ガスごとく通って中でさ、やっちゃ焼くってやつ。あれをさ、ホンビノスでやろうと思ったけど、売ってなかったな、今日ホンビノスで。ね、サザエ安かったの、今日サザエ買ってきて、ね、本当、サザエさんね、サザエさん見て。うまかったな、サザエさん。はい、美味しくいただきました。はい、こんな感じです。
いい感じだ。ちょっと夜まで一寝にしようかな、またね。あとこれ一杯飲んだらまだ考えたから、うまかった、うまかった。じゃあ缶だけ行こうか。炎がいい感じ。じゃあ最後の質問の一杯、最後それはこれでやめとこう。はい、乾杯。久しぶりっていいなぁ、ねえ。じゃあウインナー買わなかった。豚バラと生揚げと、やつばめ、ホタテか、あと。ね、あと。あ、ムール貝と今日はな、豆腐で、魚火やろうかな。ムール貝と豆腐で、魚火やります。後で。うまかった。女の子いるよ。うまかった。もう2時半か。ああ、いい感じだ。ああ、うまかったね。ちょっとこれ燃えるかな、さっき手拭いたやつ。ちょっとやってみようか。アルコールティッシュだからな、結構燃えると思うんだ、これ。ウェットティッシュ。うまかった、うまかった。
すごい素敵な休日だよね、これ休みの日があるとどうだったね、いいね。ああ、いいね、これがね。酒飲み帰っちゃうまかった、うまかった。あ、うまかった。どこ寝ようかな、ちょっとね。あ、いい感じだ。いい感じ。たまんないね、これね。この感覚。全部最高。ただ飲んで食うだけだけどさ、これがたまんないんだよな、焚き火して、うん、完璧最高。そうね、向こうの方ね、ポールデンタね、満タンだろうね。満タン、あれ満タンでしょ、当然。決まって、まだ夜から使うね。
これはもうこれでおしまい。醤油はもういない。これでおしまい。ああ、うまかった。松ぼっくり拾ってきた。松ぼっくり拾ってきたよ。前にボワっていくと、ああいいでしょ。ああいい感じだ。ボワっといった。あー、これがたまらないね。これ炎なる幸せ。あ、いいね、いいね、いいね。もういい感じでしょ。いい感じ、いい感じ、いい感じね。え、でもね、そうですね、いいし、松ぼっくりの焚き火、いい感じに燃えてるんでしょう。こんにちは。今日はね、群馬県のあの例の無料のキャンプ場で来てます。
セクリだ。ブロッコリーいっぱい持ってきたよ。結構ほんといっぱいあるこの辺ね、やっぱまずたっぷり。まあ夜使おうで、あと今夜の分。はい、どうもね。ブロッコリーだ、たっぷり取ってきた、たっぷり。はい、
平さんどうもね。まあ、つながってる大丈夫かな。配信具合。よくは死ぬときにこれ使えそうかね、マスク。たっぷりある。マスポ、じゃあマスポックに脱いでおく。ほら、すごいでしょ。ボンボンもええんだ、これ、しかも。まあ、この辺でやめとこうか。まだいっぱいあるから、今夜の先に。おーし、いいね、炎なる幸せ。うまかった。今日はサラダのつばい食ったんだ。最後お昼はうまかったよ。缶酒もう一杯飲もうかな。缶酒酒飲みたい。もう最後の一杯飲む。最後の一杯、最後の一杯飲む。最後の一杯酒飲む。あと夜用ね。夜用、昼間はこれで最後。じゃあ群馬県の無料のキャンプ場で。あ、ヘイさんありがとう。ビーロックいいでしょ。ビーロックで焚き火、ね、ホガライトのところにマスボックス入れて。ありがとう、教えてくれて。昼間のゴミ燃やしちゃおうかな。ちょっとあったから、ずいぶん飲んだからね。昼間飲んだやつ、昼間食ったやつ燃やしちゃおうか。昼間食ったね、あれコンビニで買ってやつ。ポリはよく燃える、やっぱりねえ、ポリはよく燃えるでしょ。これさっき昼間と食べたやつと先に頃先に行くの、今日朝から生きてるから、ここポリはよく燃えるんだよ。ポリは本当、ポリはよく燃える。
これまた唐揚げのやつだ。ほんとポリラマくんもいる。危ない、髪の毛倒れちゃう。ほんとポリってよく燃えるよね、やっぱ選手選手だからな。そのままいっちゃうから、そのまま。こんなよく燃える。ああ、すごい炎ですよ。もうこれで、これ終わったら寝ろと失礼にして今夜ね、うん、3、40分で終わるからね、うん、これで終わる。酒のおろして短冊おろそうか。これでぐっと持って、もう短冊いいと思うんで、これ飲んでおしまいする、昼間は。あとは夜の部で行きましょう。これ見ながら飲もうね。じゃあ昼間の一杯、最後の一杯行くよ。缶だけ。おー、いい感じ。ちょっと熱い。おっしゃー。はい、行きまーす。炎を見ながらか、熱か。夜はこれ松ぼっくりいっぱいあるから、これをやればすぐ燃えると思うんだ。はい、乾杯。あー、たまんねえ。ビューロックいいでしょ、コンパクトで、うん、一人の焚き火にはちょうどいいんだよ、これ本当サイズ的に、うん、焚き火台だから基本的に。だからね、グリルプレートオプション、あれでビューロック、焚き火台のビューロックをさ、あれ木炭使って炭焼きバーベキュー主体のためのオプションであるプレートだからね。焚き火台だったらいらないから、グリルプレートはね。そう思っておくといい。あれ、グリルプレートはあくまでもオプション。焚き火台のビーロックをさ、炭火焼きに使う場合にあれがいいんだよ。
オプションの5000円ぐらい使うとさ。でも焚き火台だけでしか使いたくない人は別にあんななくていいから、ほんと。ない方がいい、ほんと、そういうあれ。焚き火台って別に本体のこれ、付属の孤独だけで十分。ね、焚き火台だけどさ、炭火焼き台に使いたい人はあのオプションで買うといいわけね。うん、ほとんど最初の初期の頃はバーベキューの延長線上でさ、炭火焼き、今は本当焚き火で使いたいからビール食う。ほとんどグルー、あれは、いいな感じ。ビール君いいよね、これね。小さい、この角っこでさ、ちっちゃいクッカーで缶酒やって、横っちょでさ、炒め物とかフライパンできんもんね、これね。長細い、それがいいんだ、ビール君は。ね、こうやって角っこでさ、缶酒に置いてさ、こっちの方でさ、フライパンでさ、炒め物やったり、それがいい、できるんだよね、これ。長細いからさ。それいいよ、ビール君は。ソロストーブは本当あれしかないからさ、ソロストーブ小さいから、あれ。観察してたら何もできないの、他のこと。あれちょっと辛いね、ソロストーブね。まあでも、夏場だったらね、あれ。あ、観察は飲みたいと思わないからさ、夏場はいいかもしれないね、あれ、ビール、ソロとかは。冬場はさ、お湯割りとか観察、あったかいもの飲みたいもんね。そういう時に、ね、あれはちょっと辛いね。うん、ビロ君はさ、缶酒をちょっと角っこで置きながら炒め物できるのが、それいいね。はい、こんな感じです。どうもね。お、いい感じだね。今度使うね。重たいからさ、なかなか大変なの、斧ってかなりの重量なの、斧ちゃんはね。買ったけどさ、モーラダーブで十分って感じでさ、あの重さも持ってる。モーラもう2本持ってるから、グレー、あれ、あのやつ、グレーっぽいのと、あれ、このマゼンタ、モーラダーブでスジャーツに十分だよね。ほんとモーラは手頃でいいよね。モーラ、スウェーデンのアウトドアナイフ、モーラナイフで、2本目は僕ね、マゼンタ買った。マゼンタ、モーラナイフ、おー、いい感じだ。もう炭化してるけど、このまま置いといてもいいかな。今入れるように、一個ガラッと積み込んとこなんか。さて、片付けしようかな、ひとまず。夜はまず、キノコはさっきのね、舞茸でしょ。今度エリンギがあるんで、エリンギ。お得用エリンギ買ってきて、これで100円ぐらいだった。100円だった。税込み100円。エリンギあるし、焼き鳥も一袋。生揚げ。糸も面倒もあるし、あと、豆腐さっき言ったでしょ、あれ。これ。夜はこれ、
豆腐とこのボイルムール貝むき身がねお手頃で売ってたんだ。これムール、これでね魚火やろうと思ってお酒と豆腐で、ね、入れて魚火ね小鍋立てムール貝で、ね、あとね夜今夜はこれこうベビーホタテ生食用って書いてあってわさびを添えてこれもつまんでもいいかなと思って夜ベビーホタテ見えるかな、これベビーホタテ結構ある。あと今夜の珍しかったのカツミタン、まるちゃんの焼きそばシューマイまあ食い切れなかったら明日の朝ってことでね、こういうのもいろいろあるんで今夜は、ね、お肉はね豚バラ肉買ってみた。お肉鶏から見当たらなかったんで豚バラ買って安いやつね、豚ではバラが一番安いもんね、豚バラ肉、うん、豚バラ買って、明日の朝の予定はねペヤングのわかめマックス行こうと思ってます。明日の朝ごはんはペヤングおなじみ即席ねわかめマックスが明日の朝ごはん見えるかな。今こんなのまだはペヤングってほんといろいろあるね今これでもマコンわかめはさあれより醤油味で、あのなんだっけあれパクチー、なんだっけ東南アジア系の調味料の あれよりも あれのマックスよりいいかもしんないね。あれ東南アジア系の調味料のあのマックスよりもワカメマックスの方が僕はいいと思うよこれ。うんワカメだった、日本だったほんとワカメの味噌汁と同じ味だもんね、うん、明日の朝あれは、あ、そうだ、そっちも貼って、十分食べながら、明日の朝ごはん。で、今夜やっぱ、まあ、だから、エリンギ、これで100円だったら安かった。エリンギね、豚バラと炒めてもいいな、エリンギね。ああ、いい感じ。酒はまだこれちょこっとのがまだあるし、これ飲んでこういうやつあるし、でもマッポックにはたっぷりありますんでねこんな感じです。どうもね、フライパンこれ前から持ってたやつ、前からキャンドゥの100円台これ買わないよ、前から持ってた。僕ダイソーの100円とキャンドゥの100円と2つ持っててね、交互に使ってんでね。最近ダイソーのこれ前からも買ってるやつもキャンドゥの100円のやつ結構これ結構いいよ、これキャンドゥの。ダイソーのは小さいけどさ、キャンドゥのはこれ結構サイズで、これ100円だもんね。普通にビール組んでこの上でさ肉焼いたりさ、いいよこれ。僕日本人ですよ、僕おっぱ、僕陽子ちゃんに挟んでほしいな。あ、陽子ちゃん、僕の夢陽子ちゃんに挟んでほしい、うんあ、15人さんどうもね。今日もう朝の8時ぐらいからもうここ小気がでやってまーす。ドラーちゃんもこの辺でいいよ、こういう分に取っといて。
これもこっちに置いといていいや。缶もこれテーブルの下に置いといていいや。もういい感じ。配信がバッチリでね、今 YMAX でやってます。 YMAX2 だっけ、 YMAX2 プラスでやってます。結構バッチリでしょ。特にこの辺で置いといていいや。さこれトング、トングこの下置いといて、あれ下がどっか行っちゃった。じゃあこれで本当終わろう。ちょっと昼間は配信はこの辺で終わるね。素敵でしょ。色合いがいいでしょ。色合いがね、マゼンタね。まだしてませんよ。うん。結果あるね。指はすみませんよ。終わります。でまた、でまたね。一回終わります。これで3時、6時から夜の部でお会いしましょう。もう2回じゃってか、昼の部ね、夜の部でまたやるね。今夜7時からまたやりますし、夜の7時ね。夜の7時からやるからね。待てて。夜の7時から。うん、ではまたね。夜の7時からやります。ではまたね。